熊本のサッカーの未来のために、キックオフ熊本。熊本をホームに活動しているプロサッカーチーム、それがロアッソ熊本。現在明治安田生命 J2 リーグに所属しています。今シーズンが開幕し、昨シーズン以上に J1 昇格への期待と注目を集めるチームです。この番組ではそんなロアッソ熊本の知られざる内側をお見せしています。4月2日、ロアッソ熊本はホームで徳島ヴォルティスとの試合に挑みました。試合が動いたのは後半9分、平川選手の鋭いシュートがゴール左に決まり、ロアッソは先制。しかしすぐに追いつかれてしまいます。その後追加点を奪えず引き分けとなりました。最後決めるところを自分が決めきれれば勝てた試合だったと思うんで、今日はそこに尽きるかなと思うんで、すごい悔しいです。悪い流れを断ち切るっていう意味では、この引き分けを次につなげないといけないと思いますし、次負けてしまったら意味がないと思うんで、次は必ず勝てるようにまたいい準備したいと思います。次の試合は今日のツエーゲン金沢戦です。スタジアムでロアッソ熊本を応援しましょう。これは練習直後のリラックスしたロアッソ熊本の選手たちがサッカーのことだけでなく、プライベートのことまで自由にトークするコーナーです。今週もこの3人でトークしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トークするのは前回に続きこちらの3人。キャプテンの平川選手は巧みなボールキープと絶妙なチャンスメイクで攻撃の起点となる選手です。フォワードの石川選手はここぞという場面でゴールを決めるストライカー。同じくフォワードの島村選手は華麗なボールタッチで相手を翻弄するドリブラーです。平川選手は今シーズンからキャプテンになり、石川選手と島村選手は今シーズンからロアッソに加入しました。新しい環境に慣れ始めた3人がトークするテーマはこちら。嫌な上の人なんていない、マジでいないですね。みんないい人っすね。普通だったらこう全く喋んない上とかの選手とか出てくるんですけど、そういうのとかもないですからね。こう話しかけてくれたりとかコミュニケーション取ってくれるから、そこのところでは結構びっくりしたっすよね。試合中も鼓舞してくれますしね。そういいっすよね。やりやすい環境を上の人たちが作ってくれてるっていうのはありますよね。ゆうやさん結構下をいじったりするんですけど、最近のもう標的は大地くんですね。あれいじりじゃない、いじりじゃない、確かにもう超若手にやるような、若手にやるようなやつをやってますね。俺にやってくるからね、ゆうやずっとジャイアンだからあの人ジャイアンだからあの人。まだまだ続く本音トーク。大西選手なんですけど、僕キャリーケースなくて、キャリーケース借りに行った時に家の中入ったんですけど、そしたらカーテン見た時にカーテンがなんかちぎられてたんですよ。そしたらの方なんでやろうと思って聞いたら、その前のその引っ越しのところからカーテン持ってきたらしくて、長さが全然合わなくて、自分でカーテンを切って長さを合わせたらしいです。なんか長さおかしかったっすもん。両太郎っぽいね。でもカーテンの色全部違いましたもん。なんか怖い怖い。リムが実はっていうか、練習終わってクラブハウスでみんな帰った後ぐらいに一人でロッカー掃除してるっていう。それをちゃんとほうき使ってこう一人一人の下の一人一人のところのすごい、みんなのところ、みんなのところ、自分のところじゃなくて。好感度めっちゃ上がるじゃん。
それは俺なんか聞いた話はルーティーンらしいですよ。で俺なんかちょっとこう綺麗好きが行き過ぎてああなってんのかなっていうのかなと思って。あの人やっぱ変わってますね。僕だって中学から一緒なんですよ。1、3 でユースも一緒なんですけど、やっぱあの人は宇宙人って呼ばれてました。あ、そうなん、はい、なんか人と違うよね。ちょっと幸せですよ、ずっとカゴ持ってきてる。カゴ持ってます。カゴ持って練習にカゴ持ってくんだけど、ね、毎回空なの中に。そのカゴ何っていう。毎回空とか段ボールのゴミとか、そう豆乳とか、もうわけわかんないです。わけわかんないんだよ、長い。それもルーティーンなんかな。じゃあ試合中とかも、あの第1節退場しちゃったじゃないですか。あの時俺ハーフタイムにもう絶対イエローもらわないでくださいよって言ったんですよ。そうだ、言ってたんですよね。それなのに言ったっすから。もうなんかもう絶対退場だけはしないでくださいよ。すぐ抜けてってたんだろうね、こうやって。で、この間の山口戦イエローもらったじゃないですか、前半。そしたら、あのハーフタイムとか試合中に、で、あのちょっとイエローもらってる、俺忘れちゃうから言ってくんない、うん、そんなあった。そうっす。話はつきませんが、ここでトーク終了。次回はこちらの3人が本音でトークしてくれます。お楽しみに。このコーナーはロアッソの選手から出された宿題を視聴者の皆さんに挑戦してもらい、番組のツイッターに投稿してもらうものです。前回の宿題は石川選手からでした。今回もたくさんの人たちが挑戦してくれましたよ。挑戦したい人は番組のツイッターをチェック。今回の宿題は番組後半で。これは熊本のサッカーチームがキック精度を競うゲームにチャレンジするコーナーです。チャレンジするのはバンクール熊本。本気を楽しめをチームスローガンに活動しているチームです。ここでルールの説明です。ゴールから8メートル離れた場所からキック。持ち球は10球、4球失敗した時点でチャレンジ終了です。それではチャレンジスタート。鹿本くまです。全部決めます。右下狙います。左下狙います。いい調子ですよ。どこまで記録を伸ばせるのでしょうか。真ん中狙います。ここで4つ目を決めて勢いに乗ることはできるのでしょうか。左上狙います。ここで後がなくなりました。どうなるのでしょうか。惜しくも外してしまい、ここでチャレンジ終了ということで、記録は4つ。おめでとう。ここでロアッソ熊本の試合情報です。明治安田生命 J2 リーグ第8節、スウェーゲン金沢との試合が今日の午後3時から、
第11節ジェフユナイテッド千葉との試合が4月21日金曜日午後7時からそれぞれ笑顔健康スタジアムにて行われます。今日のツエーゲン金沢との試合では先着5000名にオリジナルタオルのプレゼントがあります。そして4月21日のジェフユナイテッド千葉との試合では500円のスタグル券がついたお得なフライデーナイトチケットを試合当日販売します。詳しくはロアッソ熊本のオフィシャルホームページをご確認ください。このコーナーはロアッソの選手から出された宿題を視聴者の皆さんに挑戦してもらい番組のツイッターに投稿してもらうものです。今回宿題を出してくれるのは島村選手です。みんなもやってみてね。皆さんぜひ投稿してください。番組で採用された方には2023ロアッソ熊本ホームゲーム QR チケット引換券 A 席ミックスをプレゼント。応募方法やもう一度宿題を見たい人は番組のツイッターをチェックしてください。熊本のサッカーの未来のために、キックオフ熊本。